はい、こんにちは、横山武史です。与沢翼さんってご存知ですかね。その方から僕もいろんなことを勉強させていただいて、初めて僕より年下なのに、あ、僕よりすごいなというか、自分が、あ、この人から勉強したいと思わせてくれるぐらいの方が、与沢翼さんという方なんですけど、ご存知でしょうか。テレビとかね、いろいろ出たりとか、されてまして、で最近もいろんなね、ヤフーニュース出たりとかいろいろありましたけど、僕としてはだからこそ面白い方だと思いますし、だからこそいろんなことを、特にインターネットビジネスについてですね、とか いろんな人が何かこれからビジネス始める上で、やっぱりインターネットって、リアルの世界よりもインターネットの方が入りやすいと思うんですね。でその中でも与沢さんがその中で一番稼いでるんであれば、オプトインアフィリエイトとかアフィリエイトで稼いでるんであれば、彼から学んだ方がいいんじゃないかなと思いまして、ご紹介させていただきます。オプトインアフィリエイトっていうものとか、アフィリエイトとか、インターネットがつながっている環境の人であればすぐに始められるビジネスなので、ぜひ、やってみていただきたいんで、彼から勉強をしたいあなたは、下のところからメールアドレス入れて、ぜひ、見ていただければなと思います。彼が3冊本出してるのかな、4冊か漫画入れて、漫画僕読んだことないんですけど、その3冊、他の3冊っていう本を、1回だけじゃなくて2回、3回と、読み直して、いただければと思います。すっごく勉強になりますし、どういうのかな、彼確か31歳ぐらいだと思うんですけど、あなたは何歳でしょうか。で彼よりも上であれば、もう言い訳が絶対に僕と同じようにできないんですね。なんでかっていうと、それ以上僕ら生きているから。そしたら何が違うかっていうと、その時間の使い方、そしてその時間に対して何をしているか、何をインプットしているか、そしてどういう行動をしているか、それだけなんで、言い訳ができなくなりました。孫正義さん、斉藤ひとりさん、柳井さんとか、そういう方々との、年の頃には僕もそれぐらいになってるかなとか言ってましたけど、すでに僕より年下でそれぐらい、何十億と稼いでいる人がいるっていうことは勉強する価値があるし、そして、そういう、さっき言った3人みたいな年上の人だったらなんかリアルに感じられないんですけど、年下が実際にそういう本を書いたり、実際何かいいこと言われたらリアルに思うんですよ。だから、現実的にすごい感じられて、そこからインプットして行動してやろうっていうか、追いついてやろうとか、抜かしてやろうとか、そういう気になる人も多いと思うんで、第一印象はもちろん与沢翼さんあんまり良くないかもしれないです。僕も食わず嫌いしてました。ただ彼の本を読んだり、彼の YouTube を見たりしたら、どんな人か分かる人は分かると思います。ぜひ、僕を信じてでもいいですし、信じなくてもあなたの直感が何か、あ、面白そうだなと思われたら、ぜひメールアドレスを入れて、与沢翼さんの動画が見れますんで、そこからいろんなことを勉強してノートを取りながら読んでいただければなと、見ていただければなと思います。また後でお会いしましょう。ありがとうございます。いつもありがとうございます。